皆さんこんにちは、北澤剛です。今回は、10月3日土曜日に行われるドナルド・マクドナルド・ハズ支援ランニング&ウォークについて、皆さんに、ご説明したいというふうに思っています。この時期を皆さん、楽しみにしていたと思います。昨年まで、チャリティーリレーランという形で皆さんに、ドナルド・マクドナルド・ハウスへの支援を、するためのランニングを、集まりながら、やってもらいましたけれども、今回は残念ながら、新型コロナ感染拡大を考慮しバーチャルで、皆さんと一緒に支援に向けて、ドナルド・マクドナルド・ハウス支援に向けて、ランニングそしてウォーキングで、参加していただければなというお願いでございます。エントリーについて詳しくはドナルド・マクドナルド・ハウス支援チャリティーラン&ウォークで検索してください。走っていきましょう。到着しました。僕が設定した、ゴール到着です。僕は、世田谷ハウスを、設定してこのゴールを目指して、走ってきました。走ることが、社会貢献にもつながるということにも意義があると思ってます。普段ならみんなが集まってチャリティーリレーランをやることの喜びは毎年皆さん感じてもらうことによって参加者がたくさん増えましたけども、今考えられるベストは何なのかということで、スタッフの皆さんで、ドナルド・マクドナルド・ハウスの方々も含めて、考え出したことです。もしかしたらもっといいことあるのかもしれないけども、今がベストだと思って、そして、チャリティーリレーランに参加した人たちも多分目的は、この闘病中の子どもたちはその家族に向けた、支援活動だったりとか、それが一人だけではなくてみんなが集まることによってちょっとこうやる気になったりとかやりがいを感じたりとかっていうことにも、つながった結果だったと思います。当日は、ライブ配信が、世田谷ハウスの方から、配信されます。どこかのハウスを目指して、僕も走るので皆さんぜひ、それぞれのゴール設定をして、意義のあるランニングそしてウォーキングを、していただければと思ってます。参加お待ちしてますんでよろしくお願いします。ドナルド・マクドナルド・ハウス支援チャリティーラン&ウォーク、参加申し込み期限が、9月の19日土曜日までとなります。早めに申し込んでいただけること、そしてまたギリギリでも申し込めるので皆さんぜひ、今までちょっと形違うかもしれませんけども、参加していただければというふうに思っています。みんなバーチャルランでつながろう。